皆さんこんにちは。本日はこちらのルミナス常盤帳をご紹介していきます。では見ていきましょう。まずはこちら入って玄関ですね。こちらの玄関とシューズボックスがありますね。背が高く容量がかなりあるシューズボックスだと思います。ではまず入って右側、こちらがお手洗いですね。こちらがウォシュレット付きの綺麗なトイレになっています。上の部分に収納もありますね。こちら廊下反対側、こちらが洗面所になっています。こちらが洗面台ですね。ちょっと上の部分が鏡になっています。こちらが洗濯機置き場になっています。手前、浴室乾燥機がついています。こちらは浴室を見ていきます。こちら浴室です。綺麗ですね。かなり浴槽も大きいかと思います。こちらは浴室内でも直に給湯リモコンを触れるようになっていますね。ではこちら室内に入っていきます。まず入ってすぐこちら給湯リモコンの本体ですね。追い焚きや自動湯張りなどがついています。こちらがキッチンです。こちらがガスコンロ付きの2口ガスコンロ付きシステムキッチンになっていますね。とこちら冷蔵庫置き場などもあります。お部屋入ってすぐのところにこちらちょっと小さめの収納もありますね。とではこちらがリビング部分です。リビング入ってすぐのところにこちらモニター付きインターホンもついています。こちら室内のエアコンももちろん設備としてついています。こちらはリビングのすぐ横にくっついていると洋室部分ですね。基本的にベッドを置く寝室に使っていただく形になるかと思います。こちらまた洋室側に収納のクローゼットがついていますね。間取り上はウォークインクローゼットという扱いになっています。ではこちらとバルコニーを見ていきます。今ここが12階からの眺めですね。かなり見晴らしがいい形になっています。
こちらで以上、このルミナス研ぎ跡をご紹介させていただきました。何か気になる点、確認事項などあれば、また下記概要欄をご確認ください。ご視聴いただきありがとうございました。